よろしくお願いします。どうしてん？短く、短めバリバリ6ぐらい。今日は同期のももちゃんに髪を切ってもらいます。落ち着けてね。あ、オッケーオッケー、盛り上げとこめちゃくちゃメンズカット得意になる。メンズに持ちます。アンチだけど、アンチは来ない。やっと髪切れるわ。神さんに言ってみて、それバレた。要素その1俺もみ合いだと思うんだよ。長すぎるとさ、ルパンに、めっちゃ動くやつとかね。取って。あ、止める。さっきは、さっきは全然止めたけど。確かに意識してなかったけど、動くよな普通。でもマジで何もしてない今。マジで2ヶ月ぐらい切ってないかもしれない。マッスルカット。うん、あ、違うから。誰？あの先輩、あの埼玉の先輩。あ、埼玉の先輩。そうそう、パーマも。パーマも。行くね。行ったね。清潔感あるでしょ。皆さん、シンドさん、清潔にしよう。パーマ落ちたね。清潔感が欲しくて利用したるもの。ゼロ。どんなユーズ？やっぱあの毎日スタイリングしないといけないやつ、アイロンで。パーマ残ってんの？
残ってる。行くね。思いっきりがいいね。思いっきりがいい。かわいい。マジ爽やかじゃん。めっちゃ爽やかじゃん。ほんとだ、いい感じに毛先になってマッシュルーム計算のうち出た。さすが美容師。さすがです。メンズの皆さん、よろしくお願いします。お待ちしております。マジで今日元 3-on-3 日本代表 3-by-3 何それ？これやってんの？え？じゃあ。それそれ。これ何？整えてる。上手だね、レザーの使い方が。マジで。レザーがいい。合わせてくれる前に。え？いい感じにして。うん。長い方がいい。長い方が好きだ。でもいいよ、切っちゃって。バランス悪くなるので全然切っちゃっていい。めちゃくちゃ切る。めちゃくちゃ切られてます。いい感じにする。確かに。だからダメだったのかもしれない。ここでもリスがある。意外と高いのでいいと思う。任せる。高いって韓国に負けて。ちょっと低めにしようか。韓国にはなりたくないんだよね、どうしても。女子受け狙ってるって思われた。女子受け狙った方がいいんだよ。確かに。鬱陶しいなと。明日撮影だ。今日と髪型変わっちゃってるもん。いいの？まあいいか。今日の撮影だったの？いや、なんか今日は撮影ないけど、こんな感じのやつが来ると思ったら急に爽やかになる。まあでもそういうのがいいか。一瞬だったわ。いや、撮ってくれたじゃん。めんどくさいんだよね、マジで。本当に生えてくれたらすごい。久々にこんな短くすんな。出そうと思っても出ないから。そうです。
ブチって言ってたけど大丈夫言った抜いてくれたよね。抜いてないよ。朝セットしてみようかな。セットするのが足りないよ。バスティックワークにあげるのに何も変わってないです。消しちゃったんだよね。あれ消したの？さすがに。いや、TikTok もしっかりやっていきたいなと思ってさ。あれがあるとちょっと寝たい。出そうよ。なんかエリさんにこの前言ったらなんか名前教えてくれたけどよくわからなかったね。人の名前教えてもらってさ、この人に Facebook かなんか連絡してみないのって言ってたから。俺も出したい。その場で解いてくれるんだよね、エリさんのやつ。もうめっちゃ減った。すごい美容師さんみたい。ももちゃんリピート率めっちゃいいよね。もうファンだなって感じる。だからさ、緊張して喋れないんだ、かわいすぎて。この前とかさ、牛宣言したら牛かけしに来てるんだよ。マジで？あ、牛だったんだ。すごいね、パンカじゃん。うん、嬉しいんだけど、今まで牛の感じ一切しなくてなかったけど、そうだったんだ。マジで痛いね、これ。痛いね。うん、抜かれてるもん。すごい。来た。まずいさん。新藤さん、聞いてたんですね。気づかなかった。結構聞きましたね。ねえ、俺も知らない間に短くなってた。やっぱり行くよってくる。こんな行くんだって思いながら。でも、ももちゃんだから何も言えない。抜粋だったら、まだやりすぎ、やりすぎだろ。いや、かっこよくないから。めっちゃ爽やかに。試合切るとかっこよくない。めっちゃいいね。ちょっとスタイリングまでしてよ。してるつもり。選んだらいいんだ。うん、ね、でもやっぱ子孫順にちょっとずつ近づいてる。そういう企画だから。YouTube。そういうのがいいね。
企画内容合ってますか？そうじゃあ、YouTube、もう最終的に俺が YouTube 辞めるときに志尊淳になって52位ぐらい。いい、もういい。本当は6時行きたくなかったけど、勉強しよう。え、もうバーって乾かしちゃう。バーって乾かして前の一回動いて前の乾かして前に全部持ってくる。はい、立ち上がらないよ。立ち上がんない。どうやってやるの？ここが欲しい、これが欲しい。ここが欲しいの。ここがベタッとなってる。この間を押して、で、反対側考えてて、一旦冷やしたら入れる。すごい。ここがあったの。めっちゃいい。冷やしダウンパーマしたら。ね、行くよね。確かに俺がウンパーマした方がいいよね。めっちゃいいっすね。おう、すげえ。めちゃくちゃ爽やかやね。誰？なんかさ、いいよ。近いよね。そう、近いね。いつもこうやって美容室行くとこうやってやる。自分で、うん、やりますよ。うん、あ、やりますよ。やりますよっていうの。いいやつ。ありがとう。おはようございます。
てストーリーね、うん、投稿に投稿ね、まあ、違うでしょ、うん、絶対違う。そうだね、そうだね、そうだあれ